エスプラッツエスプラッツは佐賀県佐賀市白山2丁目にある佐賀市が運営する商業施設と公団住宅が一体となった再開発ビル。本来はビル全体の名称だが競技では特に商業部分を指す。エスプラッツの S は佐賀と白山の頭文字であり、プラッツはドイツ語で広場、街、空間などの意味。人が集まる賑やかな場所になれば、 との思いで付けられた。佐賀市の中心市街地活性化への核として、1998年に佐賀市などが出資する第三セクター、ちづくり佐賀が運営する再開発ビルとしてオープンした。地上12階のビルのうち1階から3階までの大部分が商業スペースで5階以上は都市基盤整備公団の運営する分譲住宅として建設された。開発当初は、 官民一体となった、中心市街地再開発のモデルケースとして、全国的に注目されたが、様々な問題から、事業は短期間で頓挫。2001年の5月には、佐賀市に対し財政支援を要求したが、すでに推進派から、財政再建を訴える、新市長に交代していた佐賀市はこれを拒否。ついに止めを刺された運営会社はおよそ16億円の、 負債を抱えて倒産した。スタート時には、官民一体となった事業モデルとされたが、運営が傾くと、責任の所在が曖昧な点が指摘された。また、売上目標や、来店客数など見通しの甘さも目立ち、三石運営の欠点が大きな非難を浴びることとなった。運営会社の倒産後は一時地元企業が運営を、引き継ぎ営業を続けていたが、それも撤退し、 2003年2月28日、エスプラッツは4年10ヶ月で営業に一旦終止符を、うち、市街地の中心に巨大な空き家が存在する状態が長く続いた。これに対し探しでは、市が主体となって商業スペースを購入し、民間活用を図る方針を表明。一旦採用した案が、補助金の不足や融資の問題などで撤回されるなど、右予曲折の後、 大部分を公共スペースとし、商業施設を1階部分のみとする形で再スタートにこぎつけている。ありがとうございます。